あなたなり様、ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。なんと本日、今日はおじいちゃん初めて妖精市にナナを連れていくということで、前回ですね、初めて予防接種の動画あげたと思うんですけども、今回はおじいちゃん、私のお父さんに初めて付き合ってもらいます。生まれて初めてですね、予防接種に2ヶ月、3ヶ月かなの時に行ったんですけど、私結構メンタルやられまして、赤ちゃんのギャン泣きとかに耐えられず、めちゃくちゃやんでしんどかって、その時はおばあちゃん、私のお母さんに付き添ってもらったんですけど、今回はあえておじいちゃんに付き添ってもらいたいと思います。はい、ということで、奈々たんちゃん2回目の予防接種に行ってきたいと思います。イエーイ。いやでもさ、1ヶ月に1回ぐらいさ、予防接種あるの知らなかったんだけど、前回予防接種終わった時に、はい、じゃあ次回は1ヶ月後、1ヶ月後みたいな、そんな頻度で注射するみたいな、よく頑張りますね、あなたね。大変ね、赤ちゃんってね、赤ちゃん事情大変。ということで、おじいちゃんと予防接種行ってきたいと思います。お姉さん見て。はい。お疲れ様でした。本当だ、すごい、ななちゃん。頑張った顔。はい、ということでね、予防接種行ってまいりました。私何も言わずに連れてったんですけど、予防接種、右左、足も右左って4本打つんですよ。4本打つとお父さん知らなかったみたいで、相当びっくりしたみたいです。私ちょっとお父さんに抱っこしてほしくって、お父さんに抱っこしてもらったね、なたね。お父さんめっちゃびっくりしてたのと、やっぱね、すっごい、やっぱり泣き方がさ、やっぱね、尋常じゃないというか、いつものミルク欲しいとかの泣き方じゃなくて、もう痛いから辛い泣き方だから、心がね、すごいギューってなるんですけど、でもね、お父さんがすごいずっとすぐに抱いてくれて、終わった後服もなんかもう着させる間もなく、とりあえず服をなんていうかけるみたいな。いや、そこもゆっくり着替えさせていいのに、ナースさんもゆっくり着替えさせていいですよとか言ってたんだけど、ね、ずっとすっごい泣いてるから、もう早く多分抱っこしてあげたかったんだろうね。もう急いでさ、服もさ、もう全然さ締められてないのにさ、着替えてさ、自分のさ、なんでガウン、自分の洋服、もこもこ洋服で、もうナータンをこう包んでさ、こうやって歩いてんだけど、その日めっちゃ風が強かったので、めっちゃ風が強くて、こうやって歩くじゃん、で風が来るためにお父さん止まって後ろ向いてこうやって守ってんの。もう過保護すぎる。だから全然前に進まなくて、風はもう前から来るからしょうがない、前に進まないと家帰れないのに、風結構吹くたんびに後ろ向いてさ、こうやって守ってんのがあったの。
やばくない、もう愛されすぎてね、私もちゃんとそれされてたのかな。ね、病院から帰るのにいつもよりあの2倍ぐらい、本当に冗談抜きで2倍3倍ぐらい時間かかりましたよ。私もお父さんが泊まるためにさ、泊まるじゃん。で、お父さんが進み出したら私も進んでみたら、謎の3世代ってな感じでございましたね。次はまたおばあちゃんに付き合ってもらうのかな。またね、1ヶ月があるので、あっという間に1ヶ月経つよ。またね、打ってもらいたいと思いますね、こう病気にね。今のところね、風邪とかないもんね。よかったよかった、強いね、なあたん ね。というところでね、今のところね、大きな病気とか熱とかね、風邪とかはないので、このままね、ちょっとね、元気に過ごしていってくれたら嬉しいなと思います。それでは皆様、本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。で、こちらのあのアプリ TikTok で配信をしておりますので、よかったら遊びに来てください。そしてこちらのサブアカですね、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。 YouTube の切り抜きとか載せております。では皆さん、本日もありがとうございました。またねー。なあたんちゃんも付き合ってくれてありがとうね。いつもありがとう。大好きよ。